なんだろうな、楽しく長く現実的にやるっていう。私はまあ学生だと勝負っていう、勝ち負けっていうのが結構重要視されるところだと思うんですよ。で例えば趣味の世界とか、で例えば学生ですよね、まあ、小学生であれば初めて勝ち負けっていうよりかは何が何だかわからなく始まって、あれよあれよで上手になった時に初めて大会に出る、負けてることが負ける、そういう経験をすることによって悔しい、だから来年は勝ちたいっていう、まあ、向上心ですね。それが中学校になって勝ち負けっていう味を知るみたいな、そうなった時に、まあ、やっぱりね、まあそれでも今のままでいいっていう思うこと、あそこの学校に行ってでも強くなりたいと思うこと、そこが一番の学生の中の分岐点かなと。だから私自身は地元に全国常連校みたいなのがあったんですけど、まあ、そこにまあ一個上の先輩がまあ行ってまして、あの先輩はどうしても敵として倒したいとそういう気持ちがあったんで、他県の別の学校にこう、まあ、越境入学みたいな形をして、実際全国大会の1年生2年生っていう形で対戦をしたことがありまして、全国高校選抜大会と、そこでまんまとダブルスで当たったんですよ。マジですか？その先輩と。中学校の時はほとんど勝つことなんて何十回やって1回ぐらいしか勝てなかったのに、ストレートでは勝ちましたからね。でやっぱりその時は地元の強い学校を蹴ってまで他の県を選んだっていう意地ですよね。では負ければあそこに行ったのが失敗だと言われたくなかったんで、では自分の道をこう選んだ道、正しかったんだよっていう結果が勝つことみたいな。でやっぱり学生の時は勝負っていうのにこだわり続けて、それがまあ今度高校を卒業して日本の一部リーグの企業のチームに入って、今度はそれが仕事っていう面にもまあ変わったと。その時にやっぱり今まで学生の時だと、まあ、やれる環境がいつでもある、でちょっと遊んでしまう部分もあるとか、でもそれがいざ仕事で、その一生いっぱいが自分の人生を左右しかねないと、そうなった時にまた改めてバドミントンという一つの競技に対しての思いがまあ強くなるみたいな。今までは危機感が少ない中で負けたくないこうなんだっていう思いで貫いた。それが社会人になってバドミントンでまあお金をもらうようになった時に、まあ自分の人生をかけてバドミントンってことが考えたんで、本当にまあハングリー精神っていう形のことをまあ実感した年だったなと。な時にまあその次の世代としてまあ学生時代やっていたと。である程度こう結婚して子供が落ち着いて自分の時間ができたな時に、第二の、私はまあいつも第二の青春って言ってますけど、一つの運動と出会う方もいれば、まあ、過去にやってたのがこの競技だからまた始めたいという方がまあ多いんですけど、な時にやっぱり仕事でもなければ人生その人の生活の1位をバドミントンは占めないと思うんですよ。家庭があってバドミントンの人もいれば、家庭があって何かがあってバドミントン、そういう人もいると思うんで、そんな時に、まあ、バドミントンっていう一つの競技が障害スポーツとして、まあ、長く楽しくやっていただきたいっていうのが今の思いなので、そうなると
楽しくやる秘訣はじゃあ何ですかと。できるようになることが増えることですよ。じゃあ嫌な気持ちにならずに同じ曜日同じ時間にそこに通い続ける。でなんでできるんですか。まあ一緒に世代の同じような仲間うちがいて、まあ、バドミントンやった後のランチとかそういうところでそういういろんな話がまあ同世代でできる。もう一つにはやっぱり健康っていうのがまあ一番かなと。そんな時に楽しく健康でいられるって考えると一番の避けたいものが怪我かなと。そんな時にやっぱり体の使い方を習うでもなく知るでもなく漠然とラケットを持ってこう振るんだよと言われても全くの知らない方からすると使い方がやっぱりわからない。それでやっぱり膝の怪我をする、捻挫をする、肘が痛くなる、こういうまあ怪我が多いかな。そんな時により楽しくやるために怪我せず効率よくできて、なおかつ今よりも確実に一つずつ上手になれる、それがたまたま出た試合の時に実感できることがあったとしたら、その人は多分もう一回勝ちたいっていう昔の気持ちをちょっとこう取り戻しつつ第二の青春を謳歌できるんじゃないかな。なるほどね。いや、その手助けをするのが私の役割かなと。そうだね。いや、なんかさ、井川さんのさ、オーバースロープの、ね、